ルークマングドカトワルは、ネパールの軍人、政治家。2006年から2009年まで、陸軍参謀総長を務めた。幼い頃、マヘンドラ国王の王平トナに拾われて育てられたため、共に育った、ギャネンドラ元国王や王室に対する思いは深い。インド国立防衛大学、インド陸軍士官学校を卒業し、ネパール国内のほかインド、パキスタン、アメリカ、イギリスで、 軍事訓練を受けてきた。1988年には国際連合レバノン暫定中流軍の軍事部門のトップを務めた。2003年12月から翌8月まで西部師団長を務め、ネパール内戦を指揮。9月に中将に昇進。2006年9月10日、ネパール軍政府組のトップである陸軍参謀総長に就任し、同時に大将に昇進。 2008年4月、ネパール政権議会議員選挙において、プラチャンダ議長を率いるネパール共産党、毛沢党主義派が比較第一党となり、翌5月王政敗し、連邦共和制に移行。さらに、同8月、毛派を中心とする連立政権が樹立され、プラチャンダが首相に就任した後も、陸軍参謀総長の職に泊まっていたが、上記の事情から真底から、 プラチャンダ内閣に忠誠を誓っているとは言い切れない関係にあった。猛派が進めようとしていたドーハ民兵組織、ネパール人民解放軍の国軍への編入については正規軍とは思想が違う軍の中立性を保てないとして公然と反対の意を表明していた。当初、プラチャンダはカトワルを更迭しないと明言していたが、ついに2009年5月3日、プラチャンダは カトワルの陸軍参謀総長解任を決めた。これに対し連立与党、野党が一斉に反発。カトワルを慕う者が大半の国軍も抗議。ラームバランやアダブ大統領はカトワルの解任を取り消し首相を非難した。ー派は孤立し、翌5月4日、プラチャンダは首相を辞任。連立政権は崩壊した。一方、カトワルはこれを機に軍を退役し、 正解に転身。2011年4月、自ら政党を立ち上げたことが発表された。ekantipur.com カトル、通路オンチニューパーティー。ありがとうございます。